ついに発表になりました。横浜のフィッシングショーでジャッカルブースにて、ついに発表になりました、このリボルテージ、リボルテージシリーズブランドが、ジャッカルから新しく、始動いたします。でこの、リボルテージシリーズなんですけど、どういうブランドかと、言いますと、どっちかというとリボルテージシリーズは、僕たち3人、フィッシングショーで発表された、西川プロ、新しく今年から加入した、藤田プロ、もう一人が僕の3人を、メインに、リボルテージブランドを、指導していくんですけども、まずはロットですね。で、このリボルテージシリーズは、今までと違うこととしては、ロットと、ルアーがそれぞれ、販売時期が、一緒になります。で今僕が、この手に持っているリボルテージシリーズのロットは68の MH ロットに、今手につけているこのバックスライドワームですね、バックスライドワームが一緒に、発売となります。このロットには、このルアーが、ちょうど合うという、感じの分かりやすい、シリーズになります。で、僕普段からカバウチが、好きなんですけども、そのカバウチに、適した68の MH ロット、以前 BPM で、65の MH という、プロトをやらせてもらってたんですけど、その65の MH が生まれ変わって、こちらのリボルテージシリーズで、68MH となって、誕生しました。で、この 68MH おかっぱりではもちろん、ボートでも、両方とも使いこなせるロットなんですけど、リボルテージシリーズのロットは、非常に、軽量化が、されているロットで、ブランクスがグリップエンドの下から、竿先まで、一体化に、なっているため、非常に無駄なパーツがなく、軽量化になってて、感度も、非常に優れています。で、やっぱり軽量化することによって、キャスティングが、ものすごく、やりやすくなって、6号っていう、短さも、もちろんキャスティングはしやすいんですけど、軽量化されることによってさらに、長さが長くなっても、キャスティングに特化されたロットになります。で、MH っていうロットなんで、しっかりとカバーでかけた時も、カバーから引きずり出して、ファイトできるというロットになってます。で、アベマ TV さんのワールドチャレンジで、見ていただければわかるかと思うんですけども、決勝リーグの、サメロダム戦とかですね、プロトの段階でもすで、に、使用させてもらってて、実際に何度も、釣っているロットになります。で、それと同時に、販売になるのがこのバックスライドのワームなんですけども、このバックスライドも、非常に僕が、思いの詰まったバックスライドになってまして、ヘッドボディに、この2本の爪があって、あとはこの、スカートのような、毛が、ついてます。で、フラットボディのいいところとしては、ルアーがフォールしていくっていう時に、このフラットボディな形状なことによって、長く長く、バックスライドしていく。なので、水中からこのバックスライドがボトムにつくまでの間が長いことによって、滞空時間がものすごくあるので、バイトチャンスがものすごく多いバックスライドになります。なので、カバー打ちの際もやっぱり、早くつきすぎてしまうと、それだけバスに、見せれる時間も少なくなってしまうので、よりバイトチャンスを増やすために滞空時間の長いフラットボディに、しました。ただやっぱりそれだけじゃ、最近のバスはプレッシャーもかかってて、なかなか口を使わない、ということで、その中で、この爪ですね、爪と、毛、このスカートのような毛があることによって、自転車のかかとバスにも、自発的でゆっくり見せて食わすことができるバックスライドに、なってます。でこの2本の爪があることによって、フォール姿勢が、この2本の爪があることによって、より安定してバックスライドしていってくれるので、無駄な動きがなく、しっかりとバックスライドしていってくれます。で、この、
まあ、フックは今 3-0 つけてるんですけども、 2-0 と 3-0 で使い分けれるバックスライドになってて、 2-0 にするとやっぱり 2-0 のフックの方が軽いので、より滞空時間が長くバックスライドしていってくれます。で、3-0 のフックにすると少し重みが増すので、ちょっと降下してスピードがついた状態でバックスライドしていきます。なので、まあ、カバーの厚みとか、もしくは奥行きとかを、まあ、使い分けて、してフックのセレクトは、選んでいただけたら、良いかと思いますので、はい。あとはこの、まあ、形状から見て分かる通り、フラットなボディなので非常に、スキッピング性能に、優れているバックスライドになります。で、今まで、まあ、あんまり見たことないような形状の、バックスライドなので、さらに奥までスキッピングさせていき、今までバスが見たことないような動きで、誘うこともできるので、この、まあ、新しいバックスライドの皆さん、ぜひ今年は皮打ちをしていただけたら良いかと思います。発売時期としては、この MH ロッドと、このバックスライド、両方ともに夏頃、発売となります。まだ確定ではないんですけども、大体7月頃を目安に、今、開発させてもらってますので、ぜひお楽しみにください。はい、こちらが FC4.0 の、バックスライドセッティングになります。2-0 の、流儀の、まあ、インフィニをつけた状態で、バックスライドセッティングの、水中動画です。2-0 をつけることによってよりふわっと、フォールすることが可能で、もう少しスピードをつけたい場合は 3-0 のフックをつけてあげると、少し降下して、カバーの中に入っていくようになります。で、このフォールしている時に、腕が、ピリピリピリッと、弱い動きが、出て、まあ、自発的にアクションしてバスを、誘って食わしてくれます。はい、次が、3.5g の、進化をつけたライトテキサス。3.5g の、テキサスの進化をつけることによって、ふわふわ感が出るのと、あとはテキサスの釣り引き、沈み物とか、をこの FC4.0 で、釣り引くときに、有効なリグになります。もしくは進化の重さを、変え 5g や 7g もしくはそれ以上のヘビーウェイトの進化をつけて、普通にカバーを打つことも全然可能なワームとなってます。はい、続きまして、こちらはフリーリグです。 7g 進化の、フリーリグになります。フリーリグにすることによって、テキサスよりより、ワームのフリー時間が、長く、フォール時に、ワームが順差しした状態でセッティングすると、スパイラルフォールして、ボトムまで落ちてってくれます。より、テキサスよりナチュラル感の、出る、フリーリグですので、こちらはテキサスとは使い分けでカバーを打ってく際、ふわっと、フォールさせて、スパイラルフォールで反応させたい場合はフリーリグが、有効となります。はい、最後が、流儀のフットボールヘッドジグの、7g 4分の1オンスをつけた、FC4.0 になります。スカートのような、毛がついていることによって、ラバージグの、トレーラーにしなくともラバージグのトレーラーにしたような、存在感も出せ、フットボールなので、しっかりボトムにコンタクトさせて、障害物を乗り越えた瞬間などに、バスにバイトをさせることも可能になります。で、オフセット服なのでナックレス性能も高いので、ボトム、ハードボトム、根掛かりが多いような場所で攻めるときにおすすめになります。僕のバックスライド以外にも、リボルテージシリーズは新しいルアーが続々と、開発されています。一つは、ジャークベイト。リレンジとは違った、ダートに特化した、新しいジャークベイトになります。さらに、西川プロが、プロデュースする、エラストマー素材の、サーフェストップウォータールアー。
こちらは、スキッピング性能に、非常に優れていて、カバーの奥の奥まで、スキッピングで入れ、ポップアクションや、高速ドッグウォークで、バスをカバーから、食わすことができます。最後は、藤田プロが、プロデュースする沈む虫、こちらは、フォール時に自発的にアクションして、プレッシャーのかかったバスも、この自発的アクションでゆったりと見せ、食わすことが可能な、新しい虫となります。このルアーに合わせた、ロット、リボルテリシリーズのロットが、一緒にラインナップされますので、この2019年は、リボルテージシリーズのロットと、ルアーに、ご期待ください。